沢村忠史の時代なんかは、沢村はキックの鬼でアニメになって、漫画になって、で、まあ、敵はもちろん、ムエタイなんですけれども、もう一つの敵がやっぱり空手なんですよね。で、漫画の中では、あくまでこれ漫画なんですけど、中では時々空手のチャレンジャーが出てくる。で、沖縄の空手で、君とやるわけにもいかんよ、沢村くん、なんて、古老の、はい、初老の、空手家で。キックの鬼キックの鬼とキック魂っていうのが2つあって、どっちか忘れたんだけど、なぜならば沖縄空手は本土の空手と違い、相手を打てば相手は死んでしまうから打的な説教があるんですよ。これですごく面白いじゃないですか。ちょっとやっぱ神秘性を見せる。なるほど。だからやっぱ昔の神秘性、例えば今はあまりあれだけど、昔カンフーとか中国武術って、はい、なんかこう毒種というものが、毒をこうつけて、毒をつけてこれで抜き手をすると相手に毒が移って相手を殺すっていう、考えてみたらものすごい無駄な技が真剣に考えられたわけですよ。自分も危ない、まあ、まず自分が死ぬってこうやって作って毒種やる前にもっとやることあるだろうみたいな。でこれもそそんな神秘的なね、神秘ってね、やっぱ必要ですかね、必要ですよね、やっぱね。あとなんかこう地味なね、こう 内向を鍛錬すれば、10年後には皆殺人になれる的なね、そんな中国なんかやっぱ中国憲法ってやっぱそこの鍛錬方法が、なんかそういうのがよく言われてたのが、空手とかキックボクシングとか柔道はすぐに強くなれるけども、年を取ったら弱くない、中国憲法は年を取れば取るほど強くなる。あ、それはなんかありますよね。そういうことよく言われてます。でも神秘じゃないですか、じゃあ、ね、でもいろいろ考えちゃいますよね。まあとにかく明日にでも子供は僕なんか強くなりたかったから、でもなんか剣道ってそれあるみたいなこと聞きませんか。よく講談社の一本も入らないみたいな、山岡鉄舟とかの世界だと、もう剣道ってなんか独特の世界があるんですか。あれはだいたいピーク時が、まあ、30代らしいんですよ。結構遅いっていうか、はいはいはい。でたまに学生とかで日本一になれるすごいやつがいたりで、連覇もなかなかできなくて、たまにすごい人が2連覇3連覇する人が出るような世界で、で最高峰って言われてるのは実質最高峰5校が8段なんですよね。で8段って、まあ、大概まあ7段を受けてから8段を受けるんですが、8段を受けるためにこう、まあ、70代80代あ、まあ、50代60代は当然として、もうみんな受けに来るんですよ。相当な、はい、あれでしょ、合格率っていうのはね、ものすごい低いらしいですね。剣道の8段がなんか一番難しいところ、はい、だそういう独特の世界があるみたいで、ちょっと僕みたいに門外漢ちょっとね、非常に興味あるんだけど。